If you look at the human world from the world of gas, it is exactly the world of a monkey island where monkeys live. In other words, we humans are like monkeys living in a monkey island. You would know that by comparing the small UFOs that appeared in April 2020, in October 2020, and May 2021. In this video, I will first examine the technology of the gas by comparing the objects that appeared near my left ear. But in both cases, they look like they are piercing in my head from left to right. In other situations, these objects penetrate through a cup, a desk, a personal computer, and an electric dictionary, and even through my head. To put it simply, even in the human brain, they can fly around freely. Then I think this is also a kind of alien technology. Furthermore, the gas may be able to manipulate even the human brain at will from the inside. And when you see these technologies, human beings are just like the monkeys on a monkey island. Am I wrong to think so? 神々の世界から人間の世界を見たら、そこはまさに猿たちが住む猿ヶ島の世界ではないでしょうか。つまり私たち人間は猿ヶ島に住む猿のようなものだということです。そのことは2020年の4月、2021年の5月に現れた小型 UFO を比較してみるとわかります。この動画の中では、最初私の左耳の近くに現れたその物体を比較しながら、改めて神々の持つテクノロジーについて検証してみますが、共に私の頭の中を左から右へと突き抜けているように見えます。これらの物体は他の場面ではコップや机、パソコンモニター、電子辞書の間を突き抜けていますが、人間の頭の中すらも突き抜けているように見えます。わかりやすく言えば、人間の脳の中ですらも自由に飛び回ることができるということです。つまりこれもまたエイリアンテクノロジーということになるのではないでしょうか。さらに言えば、神々は人間の脳ですらも、その内部から自由自在に操ることができるということになるのかもしれません。そしてこうしたテクノロジーを目の当たりに見ると、人間はまさに猿ヶ島の猿、猿ヶ島の猿に等しいということになるのではないでしょうか。またそう考える私は間違っているでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。
まず2020年4月16日に動画に撮影されたその物体をご覧いただきます。矢印で囲んだ部分に注意してください。ここにその物体が現れます。10回ほど繰り返します。このような物体がここに現れて、その物体がですね、私の頭の後ろ、もしくは頭の中を通り抜けて左の方に現れてくるというところです。次に2021年5月26日に撮影された物体をご覧いただきます。やはり同じ場所ということになりますが、矢印で示した部分に注意してください。10回ほど繰り返します。でこの物体はですね、どこからか飛んできたというよりもですね、私の椅子の中から出てきたように見えます。さらに詳しくこれらの物体を検証してみます。ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところに一度現れてですね、そして左下の方に流れていく。ここをこれから、十数回繰り返して皆さんにご覧いただきますから、どうか注意深くご覧ください。ここですね。でデスクトップのパソコンよりもノートパソコンの方がより精細な画像が得られますので分かりやすいと思います。ともかくもこの四角のところ。次に2021年、5月の画像をご覧ください。神の操り人形芸術家でしたからね、その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 二人、どうですか、計三人の人がいない。からね、その芸術家でした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 からね、その二人、どうですか、計三人の人がいない。2020年4月に現れた物体と2021年5月、ちょうど1年1ヶ月後に現れた物体を比較していただきます。左が2020年、右が2021年です。で、ともにですね、椅子の中から出てきたように見えます。他から飛んできたようには見えません。で、やや右の方が赤みがかかっているという違いはありますけれども、私は同じ物体であると判断しました。つまりこれがエイリアンテクノロジーの一つということになるのではないでしょうか。2020年の方でははっきりしませんが、2021年、右の方ですね、この物体は頭の中で消えた形になってますね。その後左の方に現れた形跡はありません。そしてそのちょうど中間ということになりますけれども、2020年の10月にもですね、別の飛行物体がですね、私の書斎の中を飛び回りました。In my video diary published on October the 24th, 2020, strange lightsappeared around me in my room. The lights were very fast and thin. So, as I was analyzing one of the lights, I found it seemingly penetrating my disk. At first glance, it looks like two lines, but you can see that
The upper and lower lines are connected in a loose curve. In other words, this light is a single line. In other words, again, this light is most possibly penetrating my desk. And the same phenomenon happened on April 14th, 2020, with a small ball-like object that also happened in my room. At that time, the object penetrated my electronic dictionary. I don't know what these lights and photospheres were, but they seem to be incomprehensible to the knowledge we humans have at this moment. In other words, one thing is clear, that the superiors we may call God have far advanced technology that humans today do not know. 2020年10月24日発行のビデオ日誌の中で、奇妙な光がまたまた私の周辺で現れました。その光は大変速く、そして細い光でした。で、私はその光を分析しているとき、その光が私の机を突き抜けているのを発見しました。一見すると2本の線のように見えますが、上と下の線が緩い曲線を描いてつながっているのがわかります。つまりこの光は1本の線ということになります。つまりこの光は私の机を突き抜けているということになります。で、これと同じ現象が2020年4月14日に同じく私の部屋で起きた光球についても起きました。その時この光球は私の電子辞書を突き抜けています。これらの光や光球が何であるか私には分かりませんが、現在私たち人間が持っている知識では理解できないもののようです。言い換えると、私たちが神と呼ぶ上の人は現在の人間が知る由もない高度なテクノロジーを持っているということになります。広志林、浜松市ジャパン。もう一度最初から、2020年10月24日に私の部屋で起きた現象を説明します。左がその光線ということになります。で、当初ですね、私は2本の光線が平行して走っていると思いましたが、この黄色い線でつないでみるとですね、どうやらこの赤い丸の部分で一度机の中に潜って、そして下から出てきているのではないかというふうに考えました。で、上の線を延長してみるとですね、下の線とつながらないわけです。逆に今度は下の線を延長してみても上の線とつながらないわけです。つまり一本の光線は光線なんですけども、緩くカーブしていることに気がつきました。つまり緩くカーブしながら上から走ってきた光線がですね、ほんの一コマの間に下へ突き抜けて、そして下へつながっているということです。つまりこの光線はですね、机を突き抜けていると判断したわけです。もっともこの光線はですね、光線というよりも超小型の UFO と私は判断していますが、根拠がないわけではありません。今ご覧いただいているのはですね、やはりビデオ日誌を作っているときに自撮りをしたものですけども、その中にも奇妙な物体が映り込んでいました。左下の矢印の部分に注意していただきたいんですけども、小さな物体のようなものがですね、やはり左下の電子辞書の中を通り抜けているのがわかります。で、この物体はつまりは電子辞書をすり抜けている、突き抜けているわけですけども、まあ、もっともこれが物体であるとするならばですね、まさしく人間のまだ知らない未知のテクノロジーを持った物体ということになります。まあ、こういうことがありますからね、昨日ですけども2020年10月24日に
またまた現れました。その光線はですね、私は UFO ではないかと判断しています。この矢印の部分に注意してください。繰り返し、まあ、前後しています。で、右上の方からですね、出てきた物体が電子辞書の中を通り抜けて左へと流れていきます。今ほぼ100分の1ほどのスローで皆さんにご覧いただいています。で、大きく、まあ、していますけど、今この走っていく物体は別のところで撮られた写真ですけども、このようなね、まあ、直径が2センチ5ミリ台の物体がですね、私の背後を、まあ、通り抜けた、飛び抜けたということになります。半透明で、やはり私のですね、私が、まあ、判断するところですね、私の右、のですね、左耳のところで現れて、そして私の頭をすり抜けてここへ行ったというふうに判断しています。この物体ですね、今スッと走っていきました。で、この物体がですね、電子辞書の中を通り抜けている、すり抜けているわけです。拡大しています。で、一度潜ってですね、そして画像の歪みが出て、歪みが出てきます。そして後方部にですね、光のパウダーが飛び散っているのが分かります。そしてその周辺をですね、空間が歪んでいるのが分かります。この辺りで空間がもやもやもやっと歪むのが分かります。つまりこのような物体であるということですね。空間を歪み、なおかつ光のパウダーを後方に撒き散らしながら飛んでいる物体ということになるわけです。この事実、まあ、画像としてね、証拠としてこの事実があるがゆえにですね、2020年10月24日再び現れましたその物体もですね、やはり机を突き抜けていたとしても私は驚きませんし、またそのように考えることは自然なことではないでしょうか。今潜っていきました。そして出てくると同時に、後方部にですね、残像のようなものがポカポカっと出て、そしてここですね、光のパウダーが出て、ここで画像がもやもやもやと周辺を注意深くご覧ください。大きなモニター画面で見るよりもですね、ノートパソコンのようなですね、高精細な、まあ、画像で画面で見ると綺麗に皆さんも見ていただくことができます。潜って、そして出てきたわけですね。ですから、2020年10月24日昨日ですけども、私の部屋に現れたその光線がですね、実は光線ではなくて超小型の UFO 物体であり、その物体がですね、机を突き抜けたと考えてもおかしくはないということになるのではないでしょうか。
It was July the 24th, 2021, just 3 days ago. It was when I was looking at my video diaries I published in the past. The date of the video diary is November the 12th, 2018. I happened to find small UFOs captured several times in the video diary. But soon I lost sight of the UFOs, together with the fact that the image quality was very poor, as you see here. It was very difficult for me to distinguish them again. However, with a comment from Mr. Katsuichi Shimizu, one of my YouTube viewers, let me know where it is. Then, in April 2020, October 2020, and May 2021, massive small UFOs flew around in my room. But I was very surprised to learn that such an object was already flying in the room in November 2018, almost 3 years ago. At that time, in those days, very strange incidents occurred to my wife and me in quick succession. So, please take a closer look at the object. The object also seems to be piercing my head. 3日前の2021年4月4日のことです。私が以前発行したビデオ日誌を見ていた時のことです。そのビデオ日誌の日付は2018年11月12日になっています。そのビデオ日誌の中に小型の UFO が何回か映り込んでいるのが分かりました。その後、私はすぐそれらの UFO を見失ってしまいました。画質が悪く、このように大変判別しにくかったことがありますが、清水勝一さんという方からの連絡で、その一つをこうして今皆さんにご覧いただけるようになりました。で、その事件の後、出ますか、2018年の11月の後、2020年4月、2020年10月、そして2021年5月に小型 UFO が私の部屋の中を飛び回るという事件が次々と起きましたが、私は2018年11月、つまり今からほぼ3年近く前に、すでにそうした物体が私の部屋の中を飛んでいたことを知り、大変驚きました。その頃、私の身辺で大変奇妙な事件が立て続けに起きていたからです。で、その物体を注意深くご覧ください。その物体もどうやら私の頭を貫いて飛んでいるかのように見えます。広志林、浜松市、ジャパン。Thank you.
video diary, July the 26th, 2021, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌2021年7月26日、林博史です。こんにちは。おととい2021年7月24日のことなんですけども、私がですね、過去に制作した動画をですね、いくつかといいますか、あちこち見ながら、眺めていました。で、その中の一つが目に留まりました。それがこれから皆さんに紹介します2018年11月10日12日付の私のビデオダイアリーってことになります。なぜそれが目に留まったかというとですね、つまり珍しくも私自身がですね、書斎で、モニター画面を背景にして、自撮りしながらビデオ日誌を作った、そういうビデオ日誌であったからです。で、今ご覧いただいているのはですね、右上から2024年4月14日に私の部屋の中で、飛び回った UFO 事件の様子を、皆さんに報告したものです。左下がですね、続いて2020年10月24日に同じように私の部屋の中で飛び回った UFO 事件をですね、このような形で発行させていただきました。そして右下がですね、直近、まだ2ヶ月前ですけども、2021年の5月26日にやはり同じような事件が起きて、その様子をですね、このような形で、ビデオ化させていただきました。で、こういう事件がですね、2020年の4月それから左下10月、そして右下2021年の5月と続いたわけです。超小型の UFO がですね、私の部屋に、で飛び回ったということです。で、先ほどちょっと言いました、それを遡る今日、今からですね、2年と8ヶ月前ですけども、2018年の11月12日のことなんですけども、のビデオでありのことなんですけども、その中にそのビデオを眺めていましてね、私はそのめったにね、実際そうなんですけど、めったにね、書斎で自撮りするってこと、書斎の、このいわゆる私の仕事机の周辺をですね、背景にして、ビデオを撮るということはめったにないことなんだけどな、なんて思って見ていたんですけども、その動画の中にですね、奇妙な物体が飛び回っているのを知りました。で、その中のいくつかを、見てですね、確認してですね、そして飛んでるってことで、ワイフがですね、その別の部屋にいましたので呼びに行って、そしてワイフに来てもらってですね、見てごらんということで見てもらいました。そうしましたらね、本当だということで、その時はですね、確認したわけです。で、じゃあこれまたまた報告できるかなってことで、それはそのままにしておいたんですけども、その後のことなんですよね。私うっかりしてましてね、何かのことでそのファイルをですね、削除してしまったんですね。その削除したのは昨日ではなかったんですけども、で、元のファイルを探せばですね、同じその画像を拾い出せるんだと思って、その軽く考えてたんですけども、その2018年11月、前後ですね、約半年分ぐらいのファイルをですね、私一度削除してしまったことがあるんですよね。つまりハードディスクへの負担をなくすためにですね、そのファイルを削除したということもあるわけです。で、仕方ありませんから、その2018年の11月12日付のね、そのビデオダイアリーを一度すべてコピーという形でダウンロードしましてね、それをその一度ファイルにして、そしてそのファイルをさらに読み出して、それを編集しようとしたんですけども、そうしますとコピーのコピーということになりましてね、画質がかなり落ちるわけですよね。落ちてしまったわけですね。つまりはっきりとしていた UFO なるものをですね、確認することができなくて、いわゆるぼんやりとした画像に確認することができないような、つまりはぼんやりとした画像になってしまったわけです。で、おととい私、2、3時間悪戦苦闘してみたんですけども、どこに入ってるかということが分からなくなってしまったわけです。というのはですね、もう一つも大きな問題がありまして、私が今書斎で使っているモニターはですね、大変大きなモニターなんですけども、40数インチもある大きなモニターなんですけども、いわゆる性能が悪いわけです。いわゆる普通のね、例えばビデオに例えて言うならばですね、コマ落とし的にしかその映像を映してくれないんですよね。で、仕方ありませんから、それ同じものをですね、コピーして USB に移してですね、それをまた今度ノートパソコンの方に一回移して、そのノートパソコンでしたら、結構綺麗な画像としますかね、細かい画像が出てくるものですから、そういうことで、いわゆる技術的な問題ですよ。あれこれあれこれしているうちにですね、目の方が疲れてしまって、神経も疲れてしまって、1、2時間もしたら
この種の作業というのは大変神経を使ってヘトヘトになるんですよね。でもギブアップということになったんですけども、まあ、その時もですねワイフが手伝ってくれたわけです。で昨日の2021年の7月25日ですけども、まあ、もう一度やってみようということで午前中、まあ、悪戦苦闘してみたんですけども、ね、2、3時間、まあ、それで時間過ごしたと思うんですけども結局見つからなくてですね、画像が悪いということと、それからその作業が大変煩雑ということなんですよね。つまりその先ほど言いましたように大型モニターで編集はしなければならない、しかし探すのはノートパソコンで探すんだということで、いちいちこう一つずつこう拾いながらやっていくということが大変もう作業が煩雑でしてね、昨日私ビデオダイリーの中でね、一昨日だったかな、もうギブアップするって、あ、一昨日言いましたね、一昨日、ギブアップという言葉を初めて使いました。私の検証動画の中でギブアップという言葉を使ったのはそれが最初で最後だと、まあ、最後とかありませんけどね、最初だと思います。ともかくもうこれ以上検証できないということでギブアップと言ったわけですね。その瞬間大変強い敗北感を覚えました。でそれを聞いてですね、私のワイフがですね、昨日の朝2021年7月25日ですけども、まあ、私を叱ったわけですよね。あなたギブアップしちゃダメでしょって感じでね。で私は叱られまして、まあ、それでということで昨日はですねワイフが午前中3時間ほど潰して、まあ、その費やしてですね、まあ、それを探してくれたんですけども、ワイフも、まあ、いわゆる画像が荒いんですよね。ザラザラと言いますか、ぼんやりとした画像だもんですから、もう細かいその UFO をその拾うことができなくなってしまっていたんですよね。でワイフの方も、まあ、2、3時間頑張ってくれたんですけども、やっぱりわからないってことになっていたわけです。そうしましたらですね、今日2021年の7月25日の6日のですね、今日ですにですね、清水勝一さんという方からコメントが届きました。でそのコメントをですね、これからそのまま読まさせていただきますけれども、そのコメントにはこのようにありました、前略清水勝一様よりですね、前略取り急ぎ連絡させていただきます。ナンバー0812のビデオ日誌の16分34秒に先生の頭の右上から頭の中に白い光体が飛び込むのを確認しました。ご確認ください。次のゴールに向かって歩き始めるの、まあ、そのような言葉を私は発しているわけですけれども、次のゴールに向かって歩き始める点点点のその歩き始めるのところで出現しております。素晴らしいと思いました。先生と神に感謝です。とりあえずご連絡まで。2021年7月26日清水勝一様よりです。で私ね、実はこの一文を読んだ時にね、目頭が熱くなりました。素晴らしいと思いました。先生と神に感謝です。ですね。ですぐそれをですね、そのコピーして、そしてワイフのところに持って行って、ワイフは別の部屋でね、ノートパソコンを使ってますので、そのノートパソコンでナンバー0812を開いてみました。そして清水勝一様がですね、ご指摘のように16分34秒のところでその物体が飛んでいました。となるとですね、今からもう2年と8ヶ月前からそうした物体が私の部屋を飛び回るようになったのは2020年の4月、去年の4月からだと思っていたんですけども、さらにそれよりも1年以上前ですよね。1年近く前ですね。それ以上の、まあ、2018年の、11月にはもうすでにそのような物体がですね、私の部屋の中を飛び回っていたということが分かったわけです。でちょっと話戻しますと、2018年の4月に赤い海溝事件が起きて、2018年の8月に熱海海で白い海溝事件が起きて、そして2019年の、まあ、その4月の、緑色の海溝事件、岐阜海でね、岐阜市の JR 駅前の会館で開いていたわけですけども、そこでもうやはり同じ、まあ、その時は大変奇妙な事件が立て続けに起きたわけですけども、その間のことなんですけども、いろんなことが私の身辺で起きていました。しかし、まあ、証拠がない、証人がいないということで、私とワイフの間でですね、ピンポンするように お互いにまあ言い合いながら、まあ、そういうことを経験させていただいたわけですけども、その最中のですね、2018年11月12日にその事件が、まあそのビデオダイアリーの中にそれが映り込んでいたという事件があったということになるわけですね。でそのことがあったんですけども、まあ、ワイフはその時はいろんな、ね、海溝、まあ、UFO も見てますし、海溝も経験しています。赤い海溝がですね、2度その
新種で飛び回るのを見てます。それから、庭先でですね、白とコバルトブルーの大変美しい棒状の、ね、棒型の UFO が飛んでいるのもやはり目撃しているなどなどのことがあったわけです。一方私の方はですね、まあ、いろんなその、まあ、どの一つも一つを話してもですね、多分私の脳みそが疑われるような事件というのが立て続けに起きていたわけです。でその後だったと思うんですけどね、少し後だと思うんですけども、そうした事件をですね、ワイフと二人であの事件もあるね、この事件もあるねって数えましたらね、40数回超えてたんですよね。それからたくさんいろんな事件がその頃起きてたわけですよね。まあ、そういうこともありましたので、昨日ですね、一昨日ですね、その私が2018年11月12日のビデオダイアリーをね、ワイフに見せて、ほらご覧こんなの飛んでたんだよってことを言いましたら、ワイフがね、ふとこう言いました。こう言ったんですね、あなたがあの頃言ってた話はみんな本当だったんだねって。あなた、つまり私がですね、2018年の、まあ、終わり頃ですね、年末ですけども、いろんな事件が起きるたびにワイフに報告してたんですけどもね、今日はこんなことが起きたんだよ、今日はこんなことがあったんだよって形でワイフに話してたんですけども、まあ、ワイフの方はですね、言葉だけですから、あらそうってな感じで聞いてただろうと思うんですけども、まあ、ともかくもそうした私の一連身辺で起きたいろんな事件をですね、私がワイフに話していたんですけども、それについてですね、その2018年の11月末頃 のそのビデオダイアリーにその物体が映り込んでいたということからですね、ふとこう言ったんですね、昨日、おとといですかね、あなたがあの頃話していた話はみんな本当だったんだねってことを言ってくれた時には、まあ、留意が下がると言いますかね、ほっとすると言いますか、初めてね、ワイフにそのあたりの事件のことをですね、まあ、信じてもらえたんだというような安堵感に包まれました。嬉しかったですね。でがしかしその後ですね、二度目を見ようと思ってもうあちこちあちこち探したんですけども見つからなかったんですよ。で今日2021年の7月26日にですね、清水勝一さんの方から連絡が入ってですね、つまりその物体がその2018年の11月12日のそのビデオダイアリーの中に映り込んでいたということになるわけです。こうしてですね、まあ現代という、まあ、この時点から過去を振り返るとですね、4回そうした事件が私の身辺で、しかも私の書斎で、なおかつ私がですね、モニターを背景にして撮っていた、まあ、そのビデオダイアリーの自撮りしていたその中に映り込んでいたということになります。で私はですね、先ほどワイフのところにその報告をしましてね、実はね、清水さんという方からこういう連絡が入ってるんだけど、あなたのねパソコンでちょっと確かめてくれませんかということで確かめてもらいましたらね、映っていました。その瞬間ですけども、目頭がジーンと熱くなりましたね。つまりどうしてそれほど、まあ、その私が目頭が熱くなったかというとですね、一つの壁を破ったような感じがします。壁、つまり私はこういう仕事をしながら、そして毎日、まあ、その上の方 を、まあ、ある意味ね追求しながら研究してきたわけですけども、まあ、どこかに私はしかしそれでいながらね、こうした事件を次から次へと経験しながらも、私は上の人を心底信じているということはなかったと思います。私はもともと大変疑り深くてですね、まあ、こうした事件が起きるたびに、そんなことあるはずがないだろう、どうして私なんかにこんな事件が起きるんだろうというような立場でね、まあ、その私は上の方、つまり神を疑っていたと思います。その私のようなね、どうしようもないボロボロの人間なんだから、私はそういう人間なんだから、こんな人間を相手にするなんてことはありえない、なおかつこのね書斎の中でそうしたそのものが飛び回るなどということはですね、宇宙的な視野で考えてもありえないわけですよね。まあ浜松市という町のその郊外のですね、小さな家のそのまた小さな部屋の6畳間の中にね、宇宙からやってきてくださる上の方、つまり神がですね、つまりこういう形で私にそういうその、まあ、接してきてくださるということは、まあ、確率論的にもありえないことだと。しかし現実にこういうことが起きているんだと、何かの間違いではないか、私間違いだ、間違いに決まっている、私なんかを選ぶという言葉はあんまり使いたくないんですけども、こうしてねここへ来てくださるということ自体がですね、まあ、つまりは間違いなんだ、間違いなんだ、ありえないことなんだということに考えていたわけですけども、今日先ほどねその報告をワイフにしたときにね、初めてその自分の、まあ、なんて言いますかね、疑り深い、まあ、つまりはその
心というものがですね、その瞬間に、まあ、なんて言いますか、氷解したと言いますか、無酸したと言いますかね、スーッと消えていくのを感じましたと同時に、私は上の方に心底神に感謝しました。ありがとうございます。ありがとうございました。というふうに何度も何度も感謝の祈りを捧げました。その瞬間、ポロ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 と涙が出てきました。皆さん、清水さんがお書きくださったようにですね、つまりは素晴らしいことが今この人間世界で起きているということですね。私になんてことは私、今の私も考えていません。つまり素晴らしいことが今この人間世界で起きているということですね。そしてこの喜びをですね、感動をですね、皆さんと共有できればと今私は心底を願っています。つまり上の方、神は存在します。その証拠をですね、改めて上の方が示してくださったということになります。一昨日、昨日とですね、まあ宿泊黒、まあそのまあ本当に大変だったんですね。その目が痛くなりますしね、そしてこうしてその目を凝らして画面を見ているということは大変目に負担をかけますし、そしてまあ以前も一回こういう作業したことがあるんですけども、数時間しただけで偏頭痛が起きましたからね。で今回は偏頭痛が起きないようにということで、まあ時間も短縮してということで作業してたわけですけども、まあ本当に悪戦苦闘したんですけども、結局は結論はギブアップという言葉を使うようになってしまったわけです。使ってしまったわけですね。しかし今日になってね、その清水勝一さんという方がそれをまあ目撃って言いますか、調べてね、その発見してくださいまして、私たちに報告してくださいました。その結果、私の心はですね、スーッと軽くなりましたと同時に、まあある意味ね、上の方がですね、神がつまりはこのような形で私たちに、私とワイフ、そして皆さんに、鈴木清水勝一さんたちにですね、まあ、このような形で2018年11月12日のビデオ代理の中に映り込んだ、まあ、その超小型の UFO を見せてくださったものと思います。ということで、ということでですね、まあ、これから清水勝一さんの、手紙をですねここに紹介し、そしてその2018年11月12日に映り込んだその UFO を皆さんに紹介します。大変それを紹介できることを私は光栄に思っています。それから2年と8ヶ月上の方は、まあ上の方はですね、いつもこの書斎のどこかにいてくださってですね、そしてまあ私のこのなんて言いますかね、おぼつかないと言いますか、いい加減な仕事をですね見守ってくださっていたんだなというふうに今は実感しています。まさに驚くべき優しさということになるのではないでしょうか。本当にありがたいことだと思います。この喜びを皆さんと共有できれば本当に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 嬉しいです。ではまず清水勝一さんの手紙から紹介させていただきます。ただこれから皆さんに紹介する画像は大変ぼやけて見にくいものです。というのは当時はですね、まあ、パソコンへの負担を少なくするためにわざと画質を落としていたということなんですね。と同時にですね、今回ですね、いわゆる、まあ、過去のビデオダイアリーを一度コピーダウンロードして、そしてそれを使ったという面においてでですね、大変その画像が荒いものになっています。まあ、その点をどうかご承知おきの上ご覧になってください。でこれがその2018年11月12日のビデオダイアリーの一部です。で途中部分をカットしてですね、清水勝一さんがご指摘くださいました場所へこれからワープして飛びます。3秒前、2秒前、1秒前、この矢印のところに注意してください。ご覧になることができたでしょうか。でこれを十数回繰り返してみます。でこの部分をですね、これから10分の1スローにしてご覧いただきます。大変動きが速いということですね。
で画像そのものがこのように荒いものですから、まあ、私たち夫婦がですね見つけることができなかったのもですね無べならぬかなって言いますかね、当然のことだというふうに考えています。今はね、でこの部分をですねこれから拡大して皆さんにご覧いただきますけれども、この物体はその後2020年4月、それから2021年の5月に現れた物体と同じと私は判断しました。で同時にですねこの物体がですね、清水勝司さんがご指摘のようにですね私の頭の中に潜り込んでいるように見えます。髪の毛を一度手前の方で通り越して、そして頭の中に入り込んでいるということですね。その点にもどうか注意してこの画像をご覧になってください。でこの部分をですねこれから10分の1スローにしてみます。背景の音声はそのままにしておきます。何回か繰り返してみます。今髪の毛にかかりました。そして少し北左下に落ちた後消えています。つまり頭の中に消えている、つまり物体をすり抜けているということになるわけです。まあ、こうしたその物体をすり抜ける技術、テクノロジー、つまりはエイリアンテクノロジーというのはですねまだ人間の、まあ、想像の範囲を超えているということですね。Thank you.